2章カムロ町へ。谷村か。谷村やな、これ。あ、もうみんなおれへんねや。え、何？手合わしてるってことは、ね、死んだって意味か。あ、おるやん。もう行くのか。まあ、あれ？銃一発撃ったん誰？もう行くのか、まーちゃん。どういう意味？ん？あれ、お前、拉致られたんちゃうかった？え？死んだん？こいつも。今までいろいろと迷惑。え？どんなになったんや？わからんようになってきた。はい。何言ってんだよ。水臭いだろうが。あれ？誰が撃ったんや？しかし、お前の父親の死が警察内部にて、あ、谷村が撃ったんかやとしたら、あの課長。どうなんかな？ああ。何かすっきりしねえな。これじゃお前の親父さんも報われない。そんなことはねえよ。ん？被災課長も杉内さんも長い間苦しんでいたんだ。これなんていう人やった？この人、わからん。漢字わからん、これ。と、カツラギといった連中に使われながらな。あれ、どんなになってやろうな。彼らの人生の大半を他人のために捧げ続けた。だが結局最後は自分の意思で行動した。え、どういう意味？自殺したんか、あの課長。どんなになったんや。警察官としてみずらの正義のためにな。え、どんなになったん？杉内さんは自分が25年前の真実を話せば殺されることを知っていたはずだ。だが俺に真実を話した。被災課長もみずらの命を引き換えに。あ、そうなんや。長さんやみはそれ俺を救おうとした。俺そのムービーまだやから、今からやるんかな。だからあの被災って男はここで自分の頭を打つ。あ、そうなんや。ここで自分の頭を打つ前に電話の相手に二人始末したと言っていたのか。そうなんや。だから一発だけやってんな、ドーンって。ああ、俺が死んだことに苦しんだんだ。え、ああ、俺が死んだことに、ああ、はいはい、俺が死んだことにしたんだろう。これ名前だね、胸なんて読むかな。これマークされないようにするためにな。久井さんは俺に自分の果たせなかった警察官としての正義を託したんだ。その、なんとかを倒せっていうことか。ああ。ああ、そういうことやってんな。だが相手は警視庁でも一番の実力者なんだろう。どうやって戦うっていうんだ。警察の力は借りられないだろうな。ん？メイクか？おう、秋山。こんにちは。秋山さん。はい。いやいや、なんかすごいことになっちゃったみたいだね。ええ。で、どうしました？わざわざ来るなんて何かあったんですか？まあちょっとね。何やねん。ん？なんかさ、急に検察の連中がやってきてさ、店家宅捜索されちゃってね。大変やな。店を追い出されちゃった。スカイファイナンスが。容疑は？強要罪とか、俺は客に金を貸すときに無理やり条件を出してる。相手が嫌がるか絶対にそのテストを受けさせたんだと、それが嫌がる行動を客に強制したって言って罪になるんだってさ。検察が言いそうなことだ。いや、それで行く当てなくてここにお邪魔したわけなんだけどさ。タイミング悪かったみたいだね。出直そうか。いや、ちょうどいい。お、一緒に行動すんの？秋山さん、あなたに協力してほしいことがあります。カムロ町やん。キリュウさん。一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。そうなん？あー、ポリッポンな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だが、とりあえずその前にあんたに言っておきたいことがある。はい。ちょっとついてきてくれ。行きますよ、どこでも。まずはニュースセレナへ向かおう。
長い間俺が拠点としていた店だ。ヤスコさん、まずこの町の拠点に向かう。安心してくれ、昔から馴染みにしている店だ。はい、わかりました。で、すぐそこや。ちょっと。何がちょっとやねん、お前。すぐそこやから来い、ヤスコ。ん？何？トラック、このビルで引っ越しか何か？何？まあ、ええわ。はい。ニューセリナ、ここやんけ。ああ、ニューセリナはあれか。ここから行くんか。はい。あれ？こんなおっさんあった？あれ？あ、いらっしゃい。あ、伊達さんやん。似合わんぞ、ちょっと。キリュウ。はい。伊達さん、はい、久しぶりだな。どうしたんだお前突然。ちょっとまたやらなきゃいけないことがあってな。厄介事か。まあな、西島康子さんだ。訳あって一緒にいる。どうも。はじめまして。どうも。えらい美人だな。どういう関係なんだよ。行きがかり上知り合っただけだ。別にどういった間柄じゃない。ところでママは？なんか実家で不幸があったみたいでな、1週間ぐらい実家。そうなんや。てかお前は食うたんちゃうんか。だってほんまに。それで伊達さんが留守番してるってわけか。俺もいろいろ仕事があるってのに迷惑な話だよ。常連客のためにどうしよう、店を開けておきたいんだってさ。まあ俺もそれで助かったわけだ。ところでキリュウ、一体そのやらなきゃいけないってことは何なんだ。ああ、少し座って話そう。あんたのお兄さんを探す前にいくつか確かめておきたいことがある。ええ、はい。それで確かめておきたいことというのは何なんでしょうか。はっきり言う、ね、好きやとか言うんかな。どうしてあんたは人を殺すような罪を背負ってまで兄貴に会いたいと思っているんだ。ええ、なんだって。キリュウさん、その話はここじゃ。言えや。伊達さんなら大丈夫だ。この人はもともと刑事だが信用できる人間だ。理由も聞かないまま警察に突き出すようなことはしない。な、そうだろう、伊達さん。ああ。まあ、それはそうなんだが、何？安子さん、正直に話してくれ。どうしてあんたはそこまでして兄貴にこだわるんだ。なんでな？兄弟やから、やっぱり。言えや、なんか。言えや、お前も。それは、何？それは私にとってお兄ちゃんは自分自身のような存在だからです。自分自身？私は本当ならとっくに死んでいるはずの人間なんです。それを救ってくれたのがお兄ちゃんなのです。どういう意味やろ？説明してくれ。はい。キリュウさんたちは、生体肝移植っていう言葉ご存知ですか？名前ぐらい聞いたことあると思う。ああ、肝臓を親族とかので移植するってやつだよな。よく聞く話だ。まさに私はその、肝移植を受けたんです。あんたが、心不全って、これ心不全って読むんか。わからん。肝やろ、肝不全。心不全。まあ、どっちでもいいわ。じゃあ、その、肝臓提供したドナーが兄さんだったってことか。それであんた兄貴に恩義を。だが、兄弟間の移植手術ってのはそんなに珍しい話じゃない。言っちゃ悪いが、それぐらいのことでそこまで恩義を感じる必要はないんじゃないのか。違うんです。そんな簡単な話じゃないんです。違う。どういうことだ。私の肝臓は兄のものじゃないんです。兄の肝臓は適応外だったんです。血液型とか合わなかったってことか。ええ。まあそれはそうなんですが。どうした？他に何か理由が。安子さん、ゆえ、なんかあんたもしかして西島と血のつながった兄弟じゃないんじゃないのか。そうです。兄と私の間の血のつながりはありません。兄は父の連れ子、私は母の連れ子です。なんだって。じゃああんたはどうやって肝移植を。兄が私の実の父親、死んだ母親の元夫を探してドナーの提供を頼んでくれたんです。西島が。私の血液型は少し特殊なものでした。移植にはどうしても血縁者のドナー提供が必要だった。
それを知った兄は家を飛び出し、来る日も来る日も私の実の父を探し続けてくれた。兄がまだ15歳の時の話です。15歳で私はもう諦めていました。死んだ母から実の父は酒に酔い女に乱暴するどうしようもない男だと聞かされていましたから。そんな男ならもうとっくに死んでいるかもしれない。もし生きていたとしてもそんな男の肝臓をもらって生きながら得るなんて私にはできない、そう思っていました。はい。でもお兄ちゃんは諦めなかった。何があってもお前を守る、そう言ってくれました。ほう、それで父親は見つかったのか。はい。どこにいたんだ。関西です。父は大見連合と予想してくれないで極道ばかりの仕事。お前ら周りヤクザばっかりやな、ほんまに。大見連合だと。ええ、兄は私の父が極道だと知りながら単身関西へ行ってきました。しかし脅されたのか。はい。相手は本物のヤクザ。兄の話を聞いた父は肝臓移植の代わりに多額の金を要求してきました。いくらくらいだ。当時の額で3000万。3000万、そんな額15やそこらの額じゃ用意できるわけないじゃないか。その通りです。どうなんしたん。迷ったが、カムロ署でシンプライズに喧嘩をかけ、金を工夫しようと、そんなにあかんでカツアゲやないか、お前だなの。そんなことが。そんなにを救ってくれたのが、笹井さんという登場会の方。あー、はいはいはい。兄は笹井さんの組に入ることを条件に3000万というお金を用意してもらったんです。それが笹井島のいた笹井組なのか。兄はもう、嫁いくらもなかった私を見捨てて最後まで面倒を見てくれました。学校の先生になるという自分の夢を諦め、高校にも行かず極道の道。あんなやつが学校の先生になったら怖いよな。体育の先生が。ほんまに私の人生は兄によってもてされたものなんです。へえ、だからあんたにとって最初の存在は自分自身だと。そうです。私にとって兄は全てなんです。今自分がこうして生きてられるのは兄が私に生きる希望を与え教えてくれたからなんです。いいやつやね。泣いとるね。正直言うと、はい、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいんです。はい。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。おお。あんたにはここで待っていてもらう。おう。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？頭を冷やす？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あんたどうするつもりだ。死んでいたらどういう意味や。死ぬ気なんじゃないのか。え？どういう意味？さっきあんたは冴島のことを自分自身だと言った。人間誰しも依存をする。誰かの支え、愛がないと生きていけない。そう、愛がないとダメですからね、人間は。でもな、あんたの場合兄貴の存在そのものが自分自身が生きていることの意味になってしまってるんじゃないのか。ん？確かにあんたは不幸かもしれない。両親を失ったことで幼い頃から辛い思いをたくさんしてきた。でもな、世の中不幸だからだって何をしてもいい。そう、何をしてもいい。そうやねんな。そう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 、その通りだ。うう、泣いとるぞ。すまない、俺も人のことを言えた義理じゃないんだが。そうや、確かにお前もその通りやな。うん、キリュウ。いや、そこも何も言われへんようになっとるわな。説教するつもりはないな。だがな、俺はあんたのその純粋な気持ちだけで起こした行動が正しいものだとは思えない。うん、あんたは冷静さを失っているんだ。だから俺が先にいて、冴島は今どこで何をしてるか確かめてくる。うう、伊達さんも何も言われへんようになってるやん。お前、冴島は責任を持って俺が探す。必ずあんたに冴島を引き合わせる。これ以上あんたに無理をしてほしくないんだ。それでいいか。お願いします。わかった。安子さんのことは頼んだ。ああ、分かってる。どこ行くねんと。お前、伊達さん手出すなよ。はーい、
はいよ。はい。西島を探せ、西島を探せ。おい、ちょっと待ってくれ、キリ。おい、どうしたやつさん。ああ、ちょっと伝えたいことがあってな。はい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 。店ではちょっと話しづらかったんだ。何やねん、安子さんのことか。そうだ、うかつに情報を与えるとまた厄介なことになるかもしれないからな。そうだな。それで情報ってのは、お前はカムロ町に来たばかりだから分からんかもしれないが、ここ数日妙に街が騒がしいんだ。それで西島ここに来た、それは西島がここに来たからか。それもある。だがそれだけじゃないらしい。何やろ。数日前の話だ。あの真島が西島だったそうだ。ほう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 。真島の兄さんが。ああ、話によると、町中部下をずらっと並べて最初の稽古をしたあー、あったな、うん、最後のところな。そうか、もう終わってしまったのか。伊達さん、真島の兄さんの居場所は分かるか。急いで会う必要がある。西島のことだけではない。真島の兄さんなら東条会や神宮を裏で操っていた警察内部の情報も掴んでいるかもしれない。なんだそれは。今は詳しく話せないが、 俺たちが知らないところで東条会がある人間たちに狙われているらしい。どちらにしても真島の兄さんに会って話をしておく必要がありそうだ。そうか、真島はミレニアムタワーを拠点に持っている。最上階だ。わかった。はい、ミレニアムタワーにちょっと行ってきます。ミレニアムタワーに行きますね。最上階、あのエレベーター乗ったらね、あの行けるので勝手に。こっちやね。マジまた西島おるんかな。また喧嘩になるんかな。西島結構強かったからな。ミヤ、出てこいや。最上階やろ。なんかあったん。なんや、誰か死んでるとか。何？うわ、マジマパクられてる。うわ、シャメ取られてる、シャメ。しかもガラケーやし。マジマの兄さん。はい。サイジマはサイジマ。パクられとんな。マジマの兄さん。はい。わいやわい。キリュウちゃん、おい、どこへ行く。勝手に動くな。はい、何があったんだ。うまいことはめられてしもた。そうなんや。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。誰。大吾や。え、大吾。なんだって。大吾、堂島大吾や。何したん、あいつが。大吾が。大吾が何したんや。おい、勝手に話すな。いや、いいやろ、この君を下がりなさい。法務執行妨害で逮捕するぞ。なんで、殴ってんやんけ、お前ら。何、大吾何したん。急ぎや、キリュウちゃん。はい。全部の事件は繋がっとる。え、25年前のやつも100億の事件も。そうなんや。安子ちゃんのやつもや。なんだと。安子大丈夫か。このままやと俺らの登場会が潰されてまう。誰に。それに今は安子ちゃんが危ない。あ、旦那さんとこ戻らんとあかんな。お前しかおらん。あとは頼んだで。大変やな、これ。